はい、皆さんこんばんは、石岡良晴の最強伝説の時間でございます。えっと、なんかまだ30度ぐらいの気温があったりするという感じなので、あの暑いのですけれども、えっと、皆様、いかがお過ごしでしょうか。最近の日本はあれですね、その、なんていうんですか、あの、秋が、でも秋、春よりは秋の方が長いんですけれども、あの、 まだまだ暑いんじゃないかと思います。で、私の方もなんかね、あの、ちょっと、えっと、実は、ちょっとあの、プラネットチャンネルをご存知、ご覧の方は、来週ね、あの、企業座談会で、あの、呪術回戦やるのでね、今、実は呪術回戦読みまくってるところなんですね。なので、そういう感じで、まあ、いろいろやっており、あの、まあ、秋と言いつつも、正直秋の気分ではまだないんですけれども、えっと、皆さん、えっと、今月も、 よろしくお願いしますで今回はですね、あのアニメのです、ね、定点観測となっております。あちょっとそうだな、えーと、申し訳ない、告知を、ね、ちゃんとやってなかったので、また告知もあの随時あの、いわゆる X でやったりしつつ、ちょっといきたいと思うんですけれども、あのまあ、そんな感じで、ね、皆さんよろしくお願いします。でニコニコの方で、ね、コメントをいただければ、あのぜひともあの応答していきますので。 ちょっとね、あの、まだまだニコニコ復帰のちょっと状況が何なんだって感じだと思うんですけども。えっと、よろしくお願いします。あ、貼ってなかったな。ちょっと待ってね。まあ、そういう感じでよろしくお願いします。じゃあね、えっ、ー、と、今日のテーマに早速入っていきたいかなと思うのですね。では、えっ、ー、と。 スライドを早速始めていきたいと思います。はい、今回のテーマはですね、2024年の夏アニメ総括と秋アニメの展望です。で、今回は、まあ、あの日本近代文学の呪縛っていうテーマでやらせていただこうと思っております。えっ、ー、と、あ、ちょっと待ってください。すみません。なんかさすがにちょっとね、人が少ないのでコメントも欲しい。えー、っと。 ちょっと告知をしなかったのが良くなかったですね。告知もしますね。ちょっとゆちょっとだけ、あの、許してください。えー、っと、どれだあ、今日は貼ってないのか。今日何プラネッツの方で予告されてないおう。しまったな。予告、今からでも貼っていただけますかね。プラネッツさんの方に。 こんばんばはです、すははい、はいで今回のテーマです。えっ、ー、と、まだですね、10月4日なんですよ。そして、えっ、ー、と、大変申し訳ないんですが、私、フレールを見てないんですよ。あの、今日今日なんですけども、フレールとゲ,ゲゲゲの謎のアップデート版、R15 版が、の2本映画やっていて、ちょっとね、あのやる気満々だったらば、 日本見てから、早速見ましたねって感じで、あの、語りたいところだったんですけれども、見てないんですね。ただ、えっ、ー、と、映画に関して言うと、まあ皆さんご存知のように、ガールズバンドについて先月扱ったときに、結局なんか私、あれですよね、なんか迷子が一番好きだったっぽいじゃないですか。あれ、迷子は見てきました。あのー、なんかあれでしたね、こう、ラーなね、猫の、 過去編がかなりパワーアップしていて、あの、総集編だと思ったら意外と新規作が多かったですよ。あのー、だから、バンドリ迷子を、あの、なんていうのかな、もう見たからいいやって人、割と、なんていうかな、ボッチャロック後編よりはずっと新規作が多いですよ。あ <laughs> 私、ボッチャロックの後編、ちょっとあんまり、えって感じだったんでね、前編は結構面白かったなけど後半、 後編なんかはね、同じじゃんって感じでね、ちょっと思ってたんですが、というわけで皆さん、もしね、あのー、えっ、ー、と、秋のアニメ映画を、まあ、見るって人いたら、私は、まあ、バンドリ迷子の、あのー、なんだ、これ何、春の日だまり迷い猫、劇場版迷子、前編は見に行くといいかなと思っております。はい。で、その上で、あ、もののけの何、えっ、ー、と、映画ですよね。当然見てますよ。もののけは見てますね。 えっと、細かい話は後で,し,でしたいかなとも思うんですが、えっ、ー、と、私ね、中村賢治さんってね、えっ、ー、と、本当はここで言っていいのか分かんないんだけども、誰も語ってないんですが、多分センシティブだから、辛坊明之と中村賢治の比較ってね、真面目にやった方がいいと思ってますね。どこかでね。多分業界的に比較しにくい事情があるんだろうということは、私は。 薄々空気を読んで知ってるんですがあのあのこの2人は似てるもいるしコントラストがあるっていう感じもするんですよねそれはあのやってみたいところですねですで皆さん秋アニメって何が良さげですかあのとりあえずし、まあ、障害がいからいつも通りの対策といつもの異世界と商品化作などいろいろありそうこれあらゆるシーズンについてね 当てはまるコメントなんですけれども、まあとりあえずね、青の箱とダンダダンは見終わってますよ、当然ね。で、リゼロの90分も、なんかね、30分後見てみ見たら、なんか長えよなと思ったら、ああ、90分だったかっていうね、あの、そういう感じでしたけれども、あ、そういえばリゼロが、なんかシーズン1の冒頭みたいな嫌な感じにまた戻ってて笑いましたよね。笑,笑ったって言い方よくないんだけど。あ、また嫌な感じのリゼロが。 戻ってきたぞっていう感じでちょっとね、おうって思いましたけれどね。あのーで、皆さんどうです私ね、えーと、メイン視聴者が女性だが多いと思うので、あのー、どうしてもね、アニメの伝説って男性向け中心なんですよね。で、今回のテーマの,その日本近代文学の呪縛ってのは男性作家ものですよ。あのー、でも えーとこの番組を継続して見てくださった方ならば私は、まあ、すごい簡単に言うと子どもの時から、まあ、少女漫画を読んで育ってきてで今年ね「クリーミーマミー40周年」って私も年取るはずですよね小学生でしたからねクリーミーマミー屋台で見てましたからねあのでしかも小学生のくせに何か人気桃ってさおっさん向けなんだよなとか言ってねお前も。 がお男のガキのくせにね。<laughs> そういうやつだったんで、小学生の時からそんなだったんで、なんとかな男性の欲望に特化したあのアニメに関して、だ小学校にしてすでになんていうの中二病じゃなくて高二病なんですよね。やばいっすね。<laughs> だったんですけども、えーと、そういう視点から言わせていただくと、今期はね、アクロトリップね。あのアクロトリップ、熱いの知ってます あのーねあのー、メイン声優2人,2人見,て見てくださいよ。やばいっすよ。あのー、伊藤美久さんとね、水瀬いのりさんがメインの女優なんですね、女性声優なんですよね。ということですね。であとはね、あの地味に、ね、合コン行ったら女がいなかった話って、私、あの原作知らなかったんで。 あのー、送料枠だと思ってね。送 <laughs> 料枠だと思ってたんですけど、<laughs> ごめんなさい。あのー、合コンに行ったらね。これね、私のにとって超好みのタイプのラブコメものでしたね。あのー、なんだろうな。えっ、ー、とね、一番近いのはね、えっ、ー、とー、あれ、あのー、あれに近い、なんだっけ。あのー、そうそうそう、面白いんですよ。あのー、 月刊、えっと、少女野崎君っぽい感じ、わかる基本的にはね、異性愛カップルものなんだけれど、あの要するにダンスバーの女性3人と、あのまあ、野郎が大学生3人なんですけども、あの明らかに、ね、男性キャラが女性が描く男性キャラなんですよね。 で、アニメを、なんて言うかな、まあ、性的コンテンツ、恋愛コンテンツとして、男性がね、男性主体視点で感情移入するって点で見ると、多分ね、この合コンのやつの男の子キャラは、えーこ、このキャラって、女性がイマジナリーで作った男性じゃねって思って、そこで乗れないって人多いと思うんですけど、私はね、その大好物なんでね。あの、いや、なんかね、あの、私あれですよ、あの、遠山奈央さんがやってるのて紅白だっけ あいいつとワンコみたなな男の子、ね、が好きなんですよねメイ,メインカップルはね割とまあいつものやつですよ私要するにあのカップル複数いるラブコメだとメインカップルはそんなに好きじゃないっていうねもうそのパターンで見事にねあの3組いるんですけれどもあのー、3組いるカップルのうちのえっ、ー、とサブ2つのうちの一方は女性キャラが好きで一方は男性キャラが好きなのねもう分かりますよそういうの私大好物なんで。 これがいいかなと思ってます。で、私、だんだなんてね、ぶっちゃけますと、原作嫌いなんですけど、<laughs> あのおっと強く出た。ただ、サイエンサルで正解でしたね。サイエンサルのおかげで、あ向いてるわと思いました。あのオカルトホラーでね。ただね、ここもさっきのアクロトリップみたいなこと言いますよ。なんかさ、ある時期以降の細田,細田守るアニメっぽさありません おっとそうそうそう、今コメントで、私言わないようにしてるのに <laughs>。なんかね、あの、つまりあの、会社のロゴを作った方がいなくなってるんだけれど、なんかそういう作風の名残を感じますよね。だから、だんだダんンダ、ダンこれでよかったね。うん。よかった。あの、正直怪獣8号とだんダだンんダダンってね、あの、ジャンプラーの、 ジャンプラバブルで得してる作品、二大作品だと思ってんのね。あ、そうそう、だからオープニングは正直工夫ないと思うんですよ。オープニングは言っちゃなんですけど、まああれですよね、あの、このね、ブリンバンバンのね、あの、と、そうそうそう、クリッピーナッツだから、夜更かしの歌とかね、あの、なんかいくつかあるそのやつのなんか混ぜ、混ぜて、多分区別、あのね、えっと、50年後ぐらいに、ダンだダんのオープニング見たら、これって夜更かしの歌ですかね、それともあの、マッシュルですかね、つってね。 わかんなくなると思いますよ。<laughs> <あの> <laughs> と思うんですけども、まあ、それはそれで、あの、だから私はサイエンサーリーのおかげで、旦那だんは楽しめています。はい。という感じで、他に皆さんどういうのがいいんですかねあの、いろいろありますよね。秋アニメね。あの、だからまだ始まってないので、なんとも言えないところだと思います。えっ、ー、と、いろいろあるんだけど、なんかね、まあ、なんだろうな、私はちょっとね、混じる見えどうなっちゃうのかなとかね。 あのあ、いくつかは諦めについてもこの中で語っていきますが、まあ、有料タイムになっていくかな。あと、チね。あ、地もね、私あんまり原作好きじゃないのね。<laughs> 正直ね。あの、でもチは、どうせいいアニメになるんだろうと思うので、まあ、いいアニメとして見てみたいなと思いますね。あの、か地ってさ、学者が釣られてんのね。おっと、チに釣られてる学者様は別に悪いって言いたいわけじゃないんですよ。あの、わかります なんか大学の先生とかがさ、科学士とかやってる人がさ、おっとか言ってさ、それちょろいと思うんですよね。<laughs> だったらさ、なんかアクロトリップとか合コンとかでちょろくつられてる私の方が、同じちょろならこっちの方がいいぞっていうね、まあそういう感じしますけれども。あとね、そうだ、ラブライブスーパースターの3期ちょっと気になる。2期はちょっと私許してないんで、3期ちゃんとしてよっていうね、感じ。あと、ランマン1 2分の一どうなるかなとかね。まあいろいろありますが。 さあ、見ていきましょう。さあ、で、新コーナー、今月の一冊です。今回は、日本近代文学の呪縛テーマでいきます。はい。えっ、ー、と、イザベラ・ディオニシオさんの、女をかけない文豪たち。イタリア人が偏愛する日本近現代文学。これ、あの、ディスってるのか、偏愛してるのか、よくわからないでしょ。そういう本です。愛憎を半ばする形で、 いやなんでにで要するに、あの、あれですよね。皆さん、あのー、教科書が話題になると、なんで舞、舞姫ってあれですよね。なんかみんなムカつきませんあの、なんなのこのクズはって感じですよね。あの、あと、な日本の近代文化ってクズだらけじゃないですかあの、布団とかね。なんかいっぱいありますよね。あと、浮雲もそもそも,そもクズいですよね。どまあ、全員クズいですよね。あの、近代文学ってそんなばっかなのみたいな感じあると思いますよね。で、このイザベラ・ディオニシトさんは、あの、もともと、 平安の女性文学ね昔は女流って言われてたんだけども要するに日記とか、まあ、今あの今年の、えー、と大河ドラマの「まあ、源氏物語」とかねいろいろありますよね「鳥替えばや」とかね「鳥替えばや」ってちなみにいつぐらいまでだろうな1960年代ぐらいまではこれポルノじゃねえっつって文学史の価値めちゃくちゃ低かったんですよね「鳥替えばや物語」ってね。 今では古典の地になってると思うね。あの、まあ、セックスが多いからですよね。あの、まあ、そういう感じで、まあ、そういう感じで、なんていうかな、平安女性文学って、まあ、いっぱいあるんだけど、あの、そこから女性の作家が激減するっていう事実があるんですよね。鎌倉以降。あの、芸能民としては、たくさんいるわけですよね。あの、説教節の、ちょっとなんか、歌った人とかね。あの、 なんか旅芸人みたいな形でこう、まあ、弾き語りみたいなものですよね、完全にね、五世とかね、そういう文化はあったけれども、女性の何て言うのかな、パフォーマー、クリエイターが、なんか一回ちょっと減るわけですよ、激減するっていうね、現象があるんですよね。これだから、貴族、貴族社会と結びついた女性作家が多いと、ちょっとすみません、私、日本文学は、えーと、本当のガチじゃないんで、まあ、簡単にちょっと言わせていただくんですけども、そうすると、じゃあ、近現代文学って何なの,この男性の キモい男性だらけな,の、ね、なんか布団の匂いを嗅ぐが一番天気だと思うし、まあ、舞踏なんてあれですよね、もう、なんか森大がいごと何なのって感じですよね。で、夏目漱石だって負けてないですよ。なんか温泉に入ったらさ、あれあすいませんっつってなんか、女性が温泉に入ってるとかね。わかりますラノベって近現代文学なんですよ。と私は思う。 で、夏アニメは、こういうものだらけだった。で、それに対する、まあ、批判的テクストってことですね。そう、エロでも入ります。で、えっ、ー、と、この、この批判的伝統としては、男流文学論が有名ですね。上野千鶴子、小倉千鶴子、富岡太子のね。今読むと、ちょっとボロクソに言いまくってるだけであって、だからこれちょっとね、これはこれで、まあ、歴史的本って感じね。つまりね、 女性作家が大量に増えれば終わる問題なのではっていう議論になりかねないとこがあるの。わかる作家が男性である限りキモいのではっていう問題ね。究極の問題になりかねないとこがあるんですよ。で、もう一つ。やっぱり私は斎藤美奈子さんの一連の批評テクスト群ですね。あの、高一点論とかね。いっぱいいますよね。妊娠小説とかね。あの、あとは斉藤さんだと、 あの少女文学についての,あのまとめた本とかね、結構面白いものがいっぱいあるんですよね。例えばね、足長おじさんって、ぶっちゃけ私はキモいんですけど、足長おじさんってのは今思っとやばいじゃないですか。要するにあの、おっさんが、あれですよね、そのなんか、まあ、要するにあれですよ、あの「源氏物語」の紫の上モードですよね。あのなんだけれど、 あれにはまる女性読者ってのはやっぱいるわけですよね。あれは私足長おじさんちょっと子供の時読んでからえ、キモくないって思ってたんですけども、でもこういうのが好きな女性もいるってことについては、斎藤さんの本がね、割とね、あのー、まあ、まあ、書き手が女性なのでね、あの、その欲望についてもまあ、うまいことを描いてるって感じですかね。で、私はね、 この問題で結構深刻でして、簡単に言うと、そうか、これ偏見もあるんですが、だいたい高校生ぐらいからね、漫画アニメを文学とのアナロジーで把握するってちょっと嫌だったんですよ。ところが、アニメファンの皆さん、特に男性の皆さん、割と文学の延長でアニメとか漫画とかを捉えてる人割といると思うんですよね。正直、 非教同人誌系の人って割と文学好きだと思うんですよ。いや、私はゲームがって言うけど、いや、ノベルゲームでしょ、あなたって感じですよ。ところが、夏アニメってさ、めっちゃ日本近代文学の磁場に入るアニメばっかり浴びまくったわけですよ。あの、某豊橋のアニメも含めて。わかる例えば、 えーとなんのバニーガール先輩のさ、バニーガール先輩じゃないや、なんかあるじゃん、バニーガール。バニーガール、分 <laughs> からない忘れた。ラノベ、タイ正確のタイトル忘れちゃうんだよね。青春舞台ろうね。青春舞台ろうとかさ、俺ガイルとかさ、わかるあと、まあ、マケインとかね。これ全部さ、日本近代文学なんですよ、はっきり言って。これは、私はラノベを文学だって言って褒めてる。 のかそれともラノベと近代文学をもに性欲コンテンツとして下げているのかっていう感じですが、もうこれね、下げるだけではダメかなと思ったっことです。まあ基本的に苦手だったんですけども、まあとはいってもアニメから、この種のゾーンのコンテンツは消えないと思うんですよ。なので、 これちょっっっととやっぱ取り取組んんででいく必要だと思ったんですね私ねあのだから15歳ぐらいでそう文学と漫画アニメゲーム切り離そうぜってずっと思ってたのねけど50歳超えてあやっぱダメだったかもしれないと思うようになっちゃいましたあの皆さんあのえっとねちょっとあの時間が無料タイムがちょっと過ぎてよくないんですけどもあのー、なんだろうな「インサイドヘッド2」って見ました インサイドヘッド2って割と面白いんですが、ライリーが簡単に言うとね、児童文学の世界からアメリカでいうところのね、ヤングアダルト文学の世界に入ってくるんですよね。すると、子供には良くない良くないっつってね、マイナスの記憶をね、ぽいぽいって投げると、もうこれ絶対抑圧したものの回帰で戻ってくるんだろうと思ったら、やっぱりね、その負の記憶がブワーって決壊して押し寄せんのね。私にとっては、 もう文学いいんですってと思ったんだけどもう50歳超えてああなんかもう,人類,という人類と起きてますよもう人類こういう欲望はあるんだなとオッケー。日本近代文学を人類と同一されたくない人も多いと思うんですが割と私もそうだったんですけどもこの種の欲望ゾーンは人類が人類である限り存在しますなので結論としては ラノベ対策ゾーンと近代文学の,その男性向け欲望コンテンツゾーンを上げ下げしながら、まあそういうものがあるなーって状態を観察していこうっていうのが私のスタンスですね。で、そこで、えっ、ー、と文学研究読むのもいいんですけれども、私はとりあえずこの夏、橋本治の失われた近代を求めてって本ね。これはね、橋本治の 実質的な文学論のの最後の対策です原文一致の誕生を尋ねてっていう本なんですね。橋本治さんのね。で、えーとあ、もう一度ちょっと表示していただけますかね、コメントの方に。橋本治の方ね。これ結構面白くて、簡単に言いましょうか。橋本治っていうのは、最初の評論が少女漫画評論なんですよね。 あの花咲く乙女たちのきんぴらごぼうって本で始めて最後は失われた近代を求めてこれ分かるでしょマルセル・プルーストのね失われた時を求めてになぞられた少女漫画評論で始めて最後は男性のそういうかあるですよあの自意識文学の誕生であの彼はキャリアを閉じてるのね、あのー、あだから私は、あのー、去年ぐらいからねあの某大島由美子さん某ってバナナ言う人ないね 大島由美子研究を始めて、やっぱ橋本様が最大巨人なんですよね。あの大島由美子批評のね、てか少女漫画批評のね。で、そことはこの近代文学ゾーンをつなげて考える必要に迫られている。とともに、松浦久明治の表彰空間、継承略とさせていただきますが、まあ、一応私の師匠なんですけどね、の本が文庫になりました。文庫ちょっと今あるのでだ、持ってきますね。 こういう本ですね。これ。これがね、あのー、明治憲法とか、刑法、なんか警察のなんか取締りとかね、いろんなものを言説として読むってやつなんだけど、これ、これ、このアプローチはね、文学だけじゃなくて文ですね、文。文書。テクスト。を一挙に捉えようとするっていうものなので、まあ批判もあるのはわかるんですけども、 いろいろちょっと示唆的だったので、ちょっと私は継続的に考えたいと思ってる。というわけで、今回の流れになります。で、あの皆さん、あの実はね、あの私、ちょっとオペレーターとね、ちょっとパワポ作成もね、あのちょっとあの、いろいろちょっと、なんていうかいいかな、トライアンドエラーでちょっとやっていまして、えー、と今回は、今回の流れをざーっと示した後に有料タイムとさせていただくんですね。 なので、この近代文学テーマってのが、ちょっと今回のテーマなんですけども。で、今回は、ベストワーストと一言ずつ言ってやった後に、文学とアニメのアナロジーとはって感じでやらせていただきます。さあ、では、えっと、ベストワーストをサクッと示します。はい、伝道はこの3つです。もう、推しの子と物語シリーズと、逃げ若はまあ、伝道でいいかなと。で、私、推しの子はね、正直漫画の方では、2.5次元舞台編は、 思ったより面白くなかったんですよ、漫画では。でもアニメで良かったですね。アニメ版良かったですね。どうして伝動かっていうとあの、ガールズバンドって言いましたが、先月のあの番組ももし見れる方は見てほしいんですけれども、あのガールズバンドアニメに、なんだろう、ガチのロックファンとかが、なんかガールズバンドアニメってさ、所詮アイドルじゃんって言ってる人に対する私の反論。 だったら、推しの子のエンディングの羊文学のあのかっこいいギターを聴きゃいいじゃんっていうね。オッケー。推しの子セカンドシーズンのエンディングが最高ですね。夏アニメ最高のエンディング、私は推しの子ですね。あとは2.5次元舞台もアニメで良くなったと思う。これはフリーレンのハンター試験編、おっとフリーレンハンター試験編が漫画ではクソつまんなかったのに、アニメではちゃんと面白くなってたと同じ。 だから、だんだんもアニメで面白くなってほしいね。はい。で、物語シリーズは、まあ、電動でいいでしょう。ちょっと、あのー、えっ、ー、と、なんだろうな、ね、配信の限定公開だったものを、もうちょっと拡張してやり直すようなので、これ、多分ね、あれですね、あのー、えっ、ー、と、マドカの映画が1年延びたから <laughs>、少し引っ張る、シャフトをもうちょっと引っ張るぞっていう感じだと思うんですけどね。まあ、これも電動でいいでしょう。で、逃げ場もまあ、電動でいいと思います。 でベストですはいベストにとりあえずやっぱ負けるいしかないでしょうね。ただまあとりあえず負けいんでって感じです。これこそ日本近代文学モードです。あとはね、これ割と珍しいのありました。あんまりあげないやつ。杖と剣のウィストリア。これ私ね、あの、要するに廣中の爆豪みたいなやつに、なんかひたすらいじめられてんだけど、どうせこいつと BL なんだろうと思って見てたら、やっぱりそうだったの イルマくん、主人公イルマくんで、爆豪にひたすらいじめられてるイルマくんが主人公の話なんですよね。ウィストリアってね。すごい雑に言うとね。あのー、けれど、演出最高ですよ。あのー、ウィストリア私、一番作画が良かったと思う。正直。演出は良かった。いいっすね。あとね、ラーメン赤猫良かったですよ。ラーメン赤猫。あの、ラーメン赤猫ってあれですよね。あのー、えっ、ー、と、ダブルオーとガンダムダブルオーとかのね、 キャラクターとかで担当したあの千葉さんがね、あの、ガッツり入っていて、CG と作、実はラーメン赤猫は作が結構いいですよ。みんな、あんまり見てないかもしれないけど。あの、うん。なんですよね。そうそうそう。というわけで、この、この3つ、負けんはみんなそうだと思うんですで、ワーストです。ワーストは、わかるこの4つ。 単に嫌いなやつは出てない。あ、単に嫌いなやつは出てる。あとに、あとにはね、ノベルゲームって、まあ、美名があるけれど、要はエロゲですよね。なんでノベルゲームのさ、男ってさ、オラオラなの <laughs> なんか、無理してさ、オラオラ系になってるさ、エロゲのダメなって癖が出てるよね、後にってね。なんなのこの、あのー、 私ね、あのそうそうそうあのー、トゥーハートのさ広い雪とかさ <laughs> 何だなのあいつあのこのオラオラ系ねずっと疑問に持ってたんだけどさこれ様式なんでしょうね多分こういう男じゃないとポルノ的に乗,れ乗っかれないってことですよねだからそういうポルノを求めてる人にとっては多分絶対必要な 主人公なんでしょうね。あの、分かったって感じです。あと、グレンダイザー言うって、これさ、なんかさ、もったいないっすね。私ね、バンブレ、バンブレイバンよりも、志は高いはずなのに、どう考えてもバンブレイバンの方がさ、なんかブレイバンってさ、なんか真摯なゲイカップルのさ、 ゲイカップルがさ、なんか娘を育てるみたいなさ、真面目な。いや、本当はそんな話じゃないのに。<laughs> なんかわかります <laughs> なんかそんな感じだったりしませんいやいや、ちょっとね。だかおかしいんですよ。私ね。あの、そう、ブレイバーの評価上がっちゃったんですよね。グレンダイザー U を見た結果ね。ビビりましたよ。あとね、僕の妻は感情がない。これさ、 あのー、先々月にクランプやったでしょ、私。やっぱさ、これ、劣化チョビッツですよ。もう、チョビッツがさ終わ、終わらせてるテーマをさ、今さらやってんだけれど、はい、私はね、守君、あの、若井さんが守君の声優やっていて、守君良かったですよね。わかるあのー、守君ね。あの、息子みたいな、ちょっと、あのね、可愛くないのがいいの、この、 の息子ロボあとさあの、やらかすんだよね、こいつねあの。実際の子育てしてる人とか、猫とかね、飼ってる人。わかるあの動物飼ってる、絶対、いろいろやらかすわけですよ。ものを倒すとかね、粗相するとかね。まもろ君のね、そういう描写は良かったと思うよ、全体的に。たださ、やっぱ気持ち悪いんだよね、全体的にね。 あの所有権とかそういうとこでねアトリと似てるかなうんなんだろうなうん無料タイムで言っていいか分かりませんけれどもまあ初音ミクと結婚するみたいな感じ <laughs> これ以上言わないこれ以上言わないけどそういう感じ思いましたで私は野なれ花なれはななればめっちゃ期待してただけに これ、明らかにやりたいことが4つぐらい分裂しちゃって、全部やってて知ったのがダメだったと思う。これさ、チアの話と、高崎を盛り上げるぞって話と、真夜中パンチの方じゃないですね。あえて言うと、あの、わかりますよ。言いたいことは。PA ワークス3つってやつでしょ。PA ワークス3つではね、 桜メが一番ちゃんと作ってて、うん、野内だからね、あの、軸が4つぐらいあって全部やろうとしたんと思うのね。多分ね。あのさ、さあの、あの、なんかか酒,酒蔵のアニメあったじゃん。あの、なんかレコード屋さんでそのモードが入ってるのね。あと、チアでやればいいのし、あとさ、あの、これさ、あの、迷子と同じ監督で、やっぱ猫キャラいるわけよ、野良猫キャラね。あのー、なんていうの えっと、まあそういうなんていうかないくつかの軸がなんかうまく統合できずに失敗した日常ものとドラマの総取りを狙ってちょっと全部うまくいってなかった残念な感じねあのチアの方での先輩のちょっとなんか誹謗中傷をしてからそれを許すみたいなものとかね結構いいシナリオ入ってるのになんかもったいないんだよね残念でした はい。で、日本近代文、ちょっとこ、こ、これ、こっから先は、有料タイムで詳しく語りたいんだけども、わかります夏アニメ、こんなにたくさん日本近代文学モードがありました。少なくともこの6つは、日本近代文学モードだと思いました。多すぎ。はい、ここに少市民シリーズが入ります。義米生活も入っていいね。 恋は双子では最終回笑ったけどね。あのまま死んだほうがいいよね、あいつね。まあいいや。<laughs> という感じなんですけど。あと、ロシデレ。ロシデレはさ、演説がくずかったね。で、アトリです。ちなみに、下の階にはミオがいるは、韓国のウェブ2ものでしたけれども、あ、この辺、この辺はまた有料でちょっと細かく語ってきますよ。これ、気まぐれオレンジロードですね。何が言いたいかわかります 今の日本って明らかに、あの、気まぐれオロンジロードのアニメ見るとわかるんですけども、建物がさ、あの、平成の建物のね、えっ、ー、と、昭和後期から平成初期の建物なんですよ。1 9あの、簡単に言うとね、えっ、ー、とね、上層階に行くに従ってフロアがちっちゃくなってる、わかる上の階が斜めになってる建物ってあるでしょ外側にフェイク、フェイクレンガが貼ってある。マンション。 それがバブル的ジャパンなんだけれど、韓国や中国の今だと超高層、ね、ビルね。わかる <laughs> もうちょっともっとあのポストモダン都市なのね。リアルのね。だ下の階にはミオがいるって青春ものなんだけど、ああなんかこれ日本だったら80年代から90年代の感じだなっていうね。でも、ある意味日本近代文学モードが 広がった結果のものって感じするよ、私は。あとね、先輩男の子。これ、志村隆子ってジャンルだよね。で、そこに、ゲイとエイセクシャルね。を混ぜるっていう形で、その欲望を明示するの。志村隆子は、実は、ジェンダーセクシャリティに関しては、 明示しないっていうスタイルなんですよ。先輩は男の子はそこを明示するスタイルで、おって感じでしたね。まあ、詳しくはまた後で語ります。で、その上で。はい。今回ここまでとします。カテゴリーお米。<laughs> 鹿の子は私にとっては、馬車目アニメですね。馬車目以外どうでもいいです。あの、 えっとね、桜姫、だからさっきほど言った PA ワックスアニメは、作画、桜姫は真面目に作ったと思う。うん、そう、米騒動起きてました。あのー、日本文化のね、私今ね、あ、そうだ。今私ね、神道と国学も学んでるんですよ。ちょっと。マジで。あのー、私右翼じゃないんだけど、一応なんかこういうね、見てくださいよ。国学院のね、 神道学科の教科書とかに、ね、読んでるのね。あと、国学を。国学院の国、なんか国学、神道学の教科書とか見てるのね。そうすると、なんかさ、稲作が結構ポイントなのね。稲作が。日本のね。そうするとさ、なんかアニメは日本のものだとに米が出てくるでしょ。もうわかったでしょ。あの、馬車目がさ、適当に稲植えてる方がさ、 いいなっていうね。<laughs> そういうことですね。あら桜井が極めて真面目だったと思いますよ。あの、具体的に言うとね、まさか最終回で、ワンパク王子のおろち退治っぽいさ、なんていうのかな。あの、日本アニメ史ですよね。簡単に言うとね。もう、こう拾ってくるんだって感じで、結構真面目だと思います。真面目なお米アニメね。と、めっちゃふざけたお米アニメね。 というわけです,すいませんこんなところでね、えー、と今回はあのー、これにて、えー、と無料タイムを終わらせたいと思うんですがちょっとすいません伸びちゃったんですがここで来月についてはすいませんまだねあの批評座段階との兼ね合いがあるので日にちとテーマはこれから決めたいと思うんですがここで今回お便り4通来ました。皆さん 引き続き続お便りを元にしてテーマを決めたいと思うのでお便り読ませていただきますね。ちょっと長いんですけども長い方なんですけども、えー、とチャラン・プランスキーさんねなんですけども、えー、とリアタイでなかなか見えないんだけどちょ,ちょっとはしょって言わせてください。ガールズバンドアニメもアイドルアニメも、まあ、あまり本あんまり好きじゃないんだけれどもガールズバンド界がちょっと興味深かったということですねで。気になるのがボーイズバンドアニメについての気になる点について私が まあ、ジャニー、旧ジャニーズやジャムプロの話をしたので、ちょっと興味深かったとも言えるってことを言わせて書いてくださりました。ありがとうございます。で、この方が気になったのはカートゥーン系ね。現代のカートゥーンってことね。そうね、ハズミンホテルとかそういうのかなあの辺もちょっと気になりますね。わかります。あと突然、ちょっとなかなか面白いこ言ってますよ。アニメ、星のカービィとは何だったのか。なるほど。いいですね。 星のカービィ。私、カービィね、ボックス買ってますよ。<laughs> カービィボックス買ってるので、一ついいかもしれないですね。カービィとかあの辺のゾーンでしょなんだろうあのー、まあ、そういうゾーンのやつですね。ホビー系ですよね。あの、今季は、あれやるじゃん。プニル、プニル。プニルのアニメね、なんか微妙の可能性もあるから気になってるね。バル、プニル。かわいいスライム、プニル。 あとデジモンそういうんでしょだから、あの、なんか最近さ、ボ,ボボボボボボボがさ、再評価著しいじゃないですか。呪術改善自立上ボーボボ説とかね。ああいう話でしょ <laughs> あの、ああ、キョロちゃんとかね。わかりますよ。だからなんで私が森脇誠監督が、おすごいかと思ってるかと,いと、そのゾーンのトップクリエイターだからですよね。 わかりますこの辺ですね。バンダイとタカラトミーの話ね。この辺のテーマをやっていただけないかって話ね。ちょっとかん積極的に考えたいと思います。はい。ただね、このゾーンは話数と作品数が異常に多いので、テーマ設定が難しいかなと思うので、考えさせていただきます。もう一つ。ニックネーム、テーあのラジオネーム、うまい棒の方。えー、っと、悪役令状ものの女性の欲望に寄り添うジャンルについて、えー、っとこの方は男性なんだけれども、 どうなんでしょうかって話ね。これね、古くは、私は、キャンディーキャンディーとベルサイユのバラ、あとガラスの仮面だと思うんですよね。悪役令嬢ってね。ベルサイユのバラのマリー・アントワネット、キャンディーキャンディーのイライザ、ベルバラのあゆみさんを足すと、ただの悪じゃなくて、いや、これむしろメイン、メイン主役ではってなってくるのね。 この3人を合成すると。70年代の少女漫画の王道で男性のファンも多いエンタメ作品なんですよね。だから50年ぐらいの歴史があるジャンルだと私は思うんですよ。厳密に言うと悪役令嬢ってね。で、それが、今度スイッチで遊べるようになった初代アンジェリーク。アンジェリークを経営することで現代に行ってるわけでしょ。っていう、まあ、大まかな流れを把握しているので、 そうですねアンジェリークプレイしたらやろうかな <laughs> っていう感じです。はい、次。動画配信もののアニメはどうですかおっと真夜中あル。ルキナさんね。真夜中パンチはこの方的には傑作、えっと。コメントではなんかワーストかもしれないって言った方もいたので分かれますね。あとあの、あれですよね。配信切り忘れの話とかね。これもちょっとね、後で友情タイムで語りますが、簡単に言うと、配信アニメは、 まだ会心の作品がないんだと思うんですよね。だから会心作が出たらやろうと思ってる。OK。あとね、えっ、ー、と、アニメならでは、あともう一つ、アニメ、この人かな。アニメならではの視覚的演出についての紹介をしてほしいかなと。ラマールは難しすぎでした。これ結構そうですね。どうしようかな。アニメをビジュアルで見るとかね。そういうの一回やってもいいよね。<laughs> 考えます。というわけで。 皆さん、えっ、ー、と、ちょっと無料タイム長くなっちゃったんですが、ここで一旦、無料を今回は、えっ、ー、と、あの、閉じさせていただきます。来月も、えっ、ー、と、そういう感じで、あの、こんな感じでね、あの、お便りをいただければ、ぜひ検討させていただきます。で、あと、非常座談会の方で、えっ、ー、と、来週の何日でしたっけえっ、ー、と、水曜だったっけえっ、ー、と、来週の水曜日ですね、あには、呪術改善をテーマにやります。ちょっと今、私ね、 途中忘れちゃったところとかを読み直してるところなんで、あの、呪術回線もね、お楽しみにしてください。というわけで、えっ、ー、と、それだけ無料タイムの皆様、YouTube の皆様、えっ、ー、と、これにて、今月は終わりですが、えっ、ー、と、会員になっていただけると、ニコニコなんかなんですけどね、これから、この辺の、特に、あの、馬車メとか、その辺の、この辺のね、この辺の話について、いろいろ詳しく書いてきて、あの、喋っていきたいと思いますので、 よろしくお願いしますでは一旦無料を終わりにさせていただきます